この取り組みは子どもの虐待のない社会の実現を目指そうと毎年行われているものです。今日は児童福祉施設の職員などおよそ140人が児童虐待防止のシンボルカラーであるオレンジ色の T シャツに身を包み、別府市役所を出発。県庁までの14キロを子どもたちの幸せを願って歩きました。さて、参加者の中にはこの人も。スーパーボランティアとして知られる日出町の小畑春夫さん85歳です。世界の子どもがみんな幸せになってほしいなって。その気持ちで歩かせてもらってます。そんな小畑さん、最近嬉しいニュースがあったそうです。もう私は小学校4年までしか学校行けなかったから、だから勉強してみたいなって。県は先日2026年春に県立の夜間中学を開校すると発表しました。貧しかった家の事情で小学生で農家に奉公に出された小畑さん、ほとんど学校に通えなかったため夜間中学に通うことは長年の夢でした。人生一回だからな、自分に正直に、生きちゃおうと思って、もう生理来てあと50年ぐらいかなと思うから、まあもう気持ちはもう 90% 通うって決めてるけど、あとはこれ次第ですね。なお、夜間中学は無料で授業を受けることができるそうです。御年85歳の小畑さん、また新たな挑戦が始まりそうです。